はい、速稼塾の久保です。ちょっと昨日までの寒さが和らいで、今日はいくつか暖かいかなと思いますので、ストーブを止めながらの放送になります。暖かくなるとね、エホバの証人さんがいらっしゃる機会が増えるんですよ。で、今回はこういう風なね、ブロシュア冊子をいただきました。いつまでも幸せに暮らせますというね、なんとも希望にあふれたメッセージです。で、こういった小さな冊子を多分エホバの証人さんは伝道奉仕のたびにお配りになるそうなんですけども、やっぱりね、こう簡単に読める。で、文字もそんなに多くないですしね。で、ビジュアルもすごく綺麗に整っているんで、読み進めやすいんですよね。で、ここに書いてあること自体はどなたにでもお役立ちさせていただくことができるものかなと思いますんで、とても有益だと思いますね。で、こうやって読むに従って、例えばね、この書いてあるのは、聖書に書かれていることは科学と合っている、どういうふうに合っているんでしょうかみたいなことをね、こう書かれていたりとか、まあ聖書に対する誤解とかね、あとほとんどの方が、日本人の方は聖書読まれたことがないと思いますんで、どういったところから読むと読みやすいかってことが非常にシンプルになってね、まとめられてるんですよね。まあですんでね、エホバの証人さんが来た時は、ぜひね、追い返すんじゃなくって、どんなことを勉強しているのかとかね、自分は何を知るべきなのかってことを知る意味でも、ちょっとね、お話してみたらいいと思います。私の場合はね、だいたい30分ぐらい、玄関先とか、時には茶の間にね、上がっていただいてお話しするんですけどね、やっぱりためになることばっかりですよ。基本的に何かをね、持っていこうとかね、騙そうとかする人ではないんでね、やっぱり正直な人っているもんだなっていうふうに、もう一回ね、人を信じることができるんじゃないかなと思います。特にね、ネットワークビジネスとか、インスタグラムのね、インチキなダイレクトメッセージに悩まされてる方は、特に、あんなことに関わるぐらいだったら、エホバの証人さんとお話した方がいいと思いますんで、おすすめします。それではね、最近は聖書がなくても、ここから聖書が読めますんで、すごく便利になりました。私もね、黒い聖書の新世界訳を読むんではなくて、こちらの URL から聖書を読むようになりましたね。ただね、聖書の内容って結構ね、書き換えられてるんですよ。うん、時に応じて。聖書の巻末の方には、聖書の内容を書き加えたり書き直しちゃいけないって書いてあるんですけども、エホバの証人さんね、結構簡単に書き直すんですよ。そこは、どんな理由をつけても良くないことだと思います、私は。それはここでね、言わせてもらいますよ。うん、だから、聖書のね、聖句をね、こうやって読んでいただいても、あ、ここ変わってますねって私、読んだことがあるんで分かるんですよ。で、解釈が変わったとかっていうのはダメじゃないですか、それは。じゃあ、昔の人が嘘を言っていたのかってことになりますんで、その辺の整合性はね、取ってもらいたいと思いますし、どこも書き直すなって書いてるわけですから。で、翻訳を間違えていたんだったら、そのまま行くしかないんじゃないかなと思うんですよ。これだったらね、実際に1975年が終末の時だっていう解釈を変えても、みんなで納得するしかないってことになっちゃうんですよ。で、解釈が変わるたびに、これは神様が国民をね、ふるいにかけたんだとかっていう妙な言い訳するわけですよ。そんなことじゃダメでしょ。そんなね、国民を騙すようなことしてはね、だからそういった面はちょっと詐欺っぽいなと思います。それからそういうことにはちゃんとね、エホバの証人さん、神様を信じてる方だったら、統治体っていうところがね、解釈をいつも変えるんですけども、統治体に対して、その統治する能力がないということで、罷免するようなことをね、声を上げてもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、どうでしょうかね。なんか共産主義なのかもしれないですね、エホバの証人っていうのはね。はい。一党独裁なのかもしれません。それでは、いってらっしゃい。